まあ、住宅ローンでいうとフラット35っていうのもあるじゃないですか。35年ですよ。このね、35年っていう時間軸の意味合いがここ10年20年で劇的に変わってきてます。起業や転職などの挑戦を阻むのは大きく2つあって、家の住宅ローンと奥さんからのいわゆる嫁ブロックですよね。こんにちは、メガネ社長です。今日もね、過激なネタいきたいと思います。今日は分譲マンションなんて買うからお前は貧乏なんだっていうですね、ちょっとぶっ込みたいと思います。もうね、結婚したら家を買うとか、まあそういうね、昭和時代からの、まあ、一種の常識ってあるじゃないですか。でもね、令和時代になってそういう常識を本当にね、過去のまま踏襲してると、あなたは不幸になります。はっきり言います。分譲マンションもそうですし、一軒家もそうですし、とにかくね、持ち家っていうのはもう絶対におすすめしません。ひどい場合にはね、もうね、あなたを不幸のどん底に落とす可能性さえある悪い決断です。それが持ち家なんです。今日はね、なぜ持ち家を持つことがリスクなのか、そして後半でね、それでも持ち家を買いたい人へ、また持ち家を買ってもね、大丈夫な人とか、まあそういうね、具体的な明日から今すぐにでも役に立つアクションプランアドバイスもお話ししていきます。家をね、買うかどうかっていうのはむちゃくちゃ大きい決断じゃないですか。そのね、むちゃくちゃ大きい決断の質をたった10分このメガネ社長の動画を最後まで見るだけで劇的に意思決定の質が上がります。なので我慢して最後まで必ず見て、そして右下のチャンネル登録ボタンを今すぐ押してください。これね、大きな知見を得ることができます。でね、メガネ社長、外資系金融とかでそういうね、投資対効果とかね、そういうことについても詳しいですので、プロの意見をね、手前味噌ですけどプロの意見をお話ししてます。でね、一つ目なんですけど、先行きむちゃくちゃ不安だけど、あなた大丈夫なのっていうことなんですよね。やっぱ30年とか40年とかのローンを組んで持ち家を持ってね、これサラリーマンの夢、これ昭和時代のサラリーマンの夢みたいな話ってあると思うんですよ。で、このね、昭和時代の常識の裏にあるっていうのは、これ安定ですよ。大企業に勤めても少なくともクビになるなんてことはないし、長く安定して働ける、そしてね、将来的に結婚して家族を持ったとしても安定的に給料が上がっていくから、まあ生活苦にならない。これね、まさに高度経済成長期ですよね。でもね、もうそんな時代じゃないですよ。それを忘れてください。ここではね、詳細の説明っていうのは割愛させていただきますが、まあ、住宅ローンでいうとフラット35っていうのもあるじゃないですか。35年ですよ。このね、35年っていう時間軸の意味合いがここ10年20年で劇的に変わってきてます。例えばね、昭和平成の時代の35年っていうのは、まあ、同じような職種ないしは同じような給与、もしくは給与が安定的に上昇していくっていうのが常識の時代だったと思うんですけど、最近ね、世の中の変化のスピードっていうのがむちゃくちゃ速くなってますよね。だから昭和時代に35年ぐらいかけて変化してきたことが、今って下手したら5年ないしは10年ぐらいで変化してきてるし、それがさらに10年後20年後にはその変化の割合っていうのが 2,3 年後に短縮していくと思われます。例えばね、スマートフォンだってそうじゃないですか。このスマートフォンだってたかだかここ10年ぐらいですよね。でも10年ぐらいだけど、今はまさにね、もうテレビとかね、ああいうのを持たずにスマホしか持ってない人さえいますよね。例えば皆さんの多くがお持ちの iPhone だって最初の発売は2007年ですよ。2007年、たった12、3年前のことなんです。これだけね、急速に時代環境が変化していく中で、35年のローンを組む、35年間同じような費用を払い続けると、今この段階で決めることはリスクでしかないです。最近ね、100年に一度の天災っていうのよく起きてるじゃないですか。例えば天災ではないですけど、2008年のリーマンショック、経済危機ですね。さらには2011年の東日本大震災、さらにはこの2020年のコロナショック。これね、ニュースだと全ての出来事が100年に1回とか言われてるじゃないですか。でもね、これ5年10年に1回起きてますよね。むちゃくちゃ早くなってます。前代未聞のね、ことがこれだけ頻繁に起こるってことは、意思決定する期間をより今までよりもね、短期間のね、意思決定をしていかなきゃいけなくなるってことです。特にね、また足元のコロナウイルス、コロナショックですよね。コロナショックによって足元2、3年は先行き不透明なのはしょうがないですよね。なので、まあ、今後ね、こう35年間かけてローンを支払い続けるような契約を結ぶこと自体が非常にリスクになってきます。二つ目なんですけど、家計圧迫、自己投資できない、金持ちになれない、収入が増えない、これ
悪循環が始まります。まずね、やっぱりね、住宅ローンを数十年間にわたって払い続けるっていう契約自体どうなんやねんと、まず家計を圧迫します。メガネ社長はね、別の動画で節約する人は貧乏になるっていう動画があるんで、そちらも必ず見てほしいんですけど、皆さんね、割と節約の方に目が行きがちなんですよね。でもね、本当に金持ちになろうと思ったらそっちではなくって、お金の使い方の方を工夫していかなきゃいけません。でね、やっぱりね、お金の使い方が上手い人っていうのはやっぱ収入が増えていくから、まあ具体的にはお金をより収入を増やせるようなことを実現するために使うんですよね。まあそちらの動画でも話してるんですが、もうね、自己投資をしなきゃいけないんですけど、自己投資の額を減らして、まあ、家計を圧迫する。それっていうのはやっぱり家と車なんですよ。でも家と車をね、買わなければだいぶ家計って楽になるはずなんですよね。で、収入を増やすにはある程度の投資が必要、自己投資とか勉強のお金とか、そういうのが必要になってくるんだけど、どうしても家とか車を買ってしまうと、それが難しくなってしまう。だから、いつまで経っても収入は増えていかないし、いつまで経っても貧乏人のままなんです。それよりも一番辛いっていうのは、あなたのね、自由、特に挑戦する自由を妨害することなんですよね。これむちゃくちゃ辛いです。挑戦の自由っていうのは具体的には転職の自由であったりとか、独立する、起業する自由であったりとか、そういうものを妨害するのが持ち家なんですよ。僕のね、好きな名言があって、これ大前健一さんっていう世界的な経営コンサルタントの方の名言なんですけど、ちょっと紹介したいと思います。人間が変わる方法は3つしかありません。1つは時間配分を変える、2番目は住む場所を変える、3番目は付き合う人を変える。この3つの要素でしか人間は変わらないと大前健一さんは言ってます。で、最も無意味なのは決断を新たにすることだと。決意しても人生は変わりませんと大前健一さんはおっしゃってます。でね、ここにやっぱ住む場所を変えるっていうのが入ってるじゃないですか。でもちろんね、分譲マンションとか持ち家を持ったとしても、それをね、まあ、賃貸とかに出せばいいんですけど、やっぱりね、住む場所を変えることに対しての心理的ハードルっていうのが、自分が分譲マンションとか持ち家、特に分譲マンション持ち家ですよね、持ち家に住んでるとそのハードルがぐんと上がります。まあね、もちろんね、貸し出して引っ越しとかできるんですけど、結構やっぱめんどくさいんですよね。特に一軒家のね、借りてくれる人っていうのも分譲マンションに比べて少ないですから、結構めんどくさいです。でね、もしね、起業したいと思っても障壁になります。で、多くの方ご存知かもしれないですけど、メガネ社長もね、オーマイグラス東京というメガネサングラスショップの経営をしてます。もうね、2011年に起業して、もうかれこれ8年ぐらいになるんですけど、ところでね、これ見てる人はチャンネル登録のお願いしましたけど、メガネサングラスを必ずオーマイグラス東京で買ってください。で、話を戻しますけど、いろんなね、今までね、起業したいんだよと言ってる相談、数多くの相談、メガネ社長も受けてきたんですけど、やっぱりね、起業や転職などの挑戦を阻むのは、大きく2つあって、家の住宅ローンと奥さんからの、いわゆる通称、嫁ブロックですよね。この2つがね、結構ね、心理的ハードルを上げています。でね、はっきり言うんですけど、持ち家を買うことによって、あなたの挑戦を阻みます。かくいうね、メガネ社長もこれまでの人生の中で、いくつかの大きな、こう、なんだ、決断というか転機っていうのがありました。でね、その時にね、もしね、住宅ローンがあったら、まあ、今のね、メガネ社長はないなって思ってます。一つ目がですね、新卒で入った外資系投資銀行、外資系証券会社を転職した時の話ですね。で、メガネ社長はその時いくつも内定もらってたんですけど、一番給与の低い、当時ね、まだ創業したばかりの経営コンサルティング会社に転職しました。まあ、経営コンサルティング会社といってまだ創業して1年経ってなくてですね、もういわゆるベンチャー企業ですよね。で、なんとその時にですね、年収が半分になったんですよ。これね、大げさな話じゃなくて本当に半分になったんです。いや、半分以下ですね。半分以下になったんですよ。で、その時いくつも内定をもらってたんですけど、その、まあ、ベンチャーの経営コンサルティング会社の年収が一番低かったです。当時は賃貸マンションに住んでたんですけど、もちろんね、家賃の低い狭い部屋に引っ越しました。で、もう一つがね、起業した時ですね。この先ほどお話したオーマイグラス東京っていうメガネ屋さんを起業した時の話です。で、この時っていうのは、その直前の、まあ、メガネ社の2011年に起業したんですけど、直前の2009年から2011年にかけて、皆さんご存知かもしれないですけど、スタンフォード大学、米国西海岸のスタンフォード大学の MBA、ビジネススクールに留学してたんですよね。だから起業するにしてもお金がなかったんですよ。まあ、それでも起業したくて、もう本当無一文に等しい、もう無一文に近しい中で起業するんですけど、この時ね、やっぱり家とかも借りれなくて、まあ、最初の数ヶ月間友達の家を転々としてましたし、実質ね、最初の半年間ぐらいっていうのは給与もなかったんですよ。ゼロ円です。で、その時にね、お金もなくってね、給与もなかったら起業なんて絶対できないじゃないですか。何言ってるかというと、住宅ローンを払わなきゃいけなかったら起業なんて絶対できないですよね。だから僕が言いたいのは、住宅ローンっていうのは挑戦を
大きく阻むっていうことなんですよね。これだけ言ってもやっぱり持ち家持ちたい、いろんな事情でね、まあ、奥さんからやっぱ家買いたいとか、まあ、いろんな事情で買いたい人っていると思います。そういう人にもここから具体的なアドバイスしてます、いきますので、右下のボタンでチャンネル登録をして最後まで必ず見てください。だからね、やっぱり問題なのは持ち家を持つこと自体じゃなくて、やっぱ住宅ローンなんですよね。ローンを組んで買っていくのが挑戦を阻むとかネガティブな要素が大きいということなんですよ。例えばだから一定期間無収入になっても大丈夫なような資金を持っておくとか、例えば2年間ぐらい全く無一文でもその最低でも生活ができて住宅ローンを払っていけるだけのお金を貯めておくとか、いろいろね、そういう時のために準備しておけることはあると思います。あとね、やっぱあなたの実力ですよね。まあ最悪ね、どんな時にもやっぱ副業とかね、今ねやっぱネットとかオンラインサロンとか、まあ、いろいろねお金稼ぐ方法ってあると思うんですよね。まあ、そういう時にね、あなたが絶対に最低限稼げる実力がある、さらにはあなた自身に自信があるんであればいいと思いますよ。でもね、面白いというか皮肉なんですけど、キャリア志向でね、こう実力がある人ほど実はね分譲マンションって買わないんですよ。で、分譲マンション買う人っていうのは意外とね、あまりキャリア志向じゃなくって、安定的に同じ会社を勤め上げていきたいっていう人であったりとか、まあ、言い方、本当ひどい言い方すると、いきなりね45とかになって会社に放り出された時に、あの再就職を同じ給料でできにくい人の方が意外と分譲マンションを、フラット35年ローンとかで買ってたりするんですよね。いや本当にね、厳しいことを言うかもしれないですけど、45歳超えて本当にね、安定した大企業、東証一部上場企業のような大企業でもリストラされるってこと本当にあるんで、そういう時のことをね、やっぱ考えておいてくださいね。メガネ社長もね、やっぱそういう人の面接いっぱいしてきてるんですけど、やっぱなんか年収1000万ぐらいもらってても、実際やっぱ出せる金額が500万円ぐらいだったりとか、やっぱりそういうね、悲しい現実あると思うんで、安心しないでください。まあね、もしかしたら、あんまりね、考えずに奥さんに言われるがままにやってるかもしれないですけど、最終的にね、本当にね、それで不幸になってる人いっぱい見てきましたので、気をつけてください。ここでさらにアドバイスしたいのは、やっぱ新築をやめる。新築じゃなしに買うにしても中古マンションを買うっていうのと、あとね、やっぱ中古マンションを買った後に値上がりしたらもうね、利益確定して売っちゃうことですよね。まあね、皆さんの考え方とか、やっぱ家庭環境とかあると思うんで、やっぱそれでもね、買う決断する人っていうのは、今話したように新築マンションじゃなくて中古マンションにしましょう。で、新築マンションっていうのは買った瞬間にやっぱりね、仕方ないんですけど、まあこれ持ち家も新築マンションもそうなんですけど、まあ全部じゃないんですけど、1、2割ね、価値がね、もう下がってしまうものってやっぱ多いですよ。で、なので1億で買っても買った瞬間に8000万円ぐらいになったりするんですよね。まあこれはもう仕方ないことです。まあもちろんね、一部ね、買った瞬間に逆に値上がりするような物件もあるにはあるんですけど、まあ、今こんなコロナショックでね、海外からの投資家、海外からこう日本の物件買う人も少なくなってきているし、まあそもそもね、やっぱ買う人が少なくなれば、家賃の相場とか下がっちゃいますよね。で、物件の相場も下がってきちゃうから、やっぱりね、買った瞬間に価値が下がると思っておいた方がいいです。でね、一番悲惨なのは、メガネ社長の友達もいたんですけど、結婚するからって言って、分譲マンションを買って、結局ね、3年4年で離婚してしまって、でね、いろいろね、こう、離婚の協議の中で、調停とかの中で、結局やっぱその分譲マンションを売らなきゃいけないし、現金化しなきゃいけないっていう状況に遭遇する人を少なくとも5人ぐらいかな。見てきました。結構損しちゃってますよね。だってその時に5年間で価値がもし2000万下がってたとしたら、じゃあ年間で400万円ぐらいねロスしてたってことじゃないですか。もうひどい話ですよね。でね、メガネ社長もアメリカに4年間住んでたんですけど、アメリカだとね、やっぱ新築を買うっていう文化あんまなくて、やっぱ中古なんですよ。これ車も家もそうなんですけど、中古マンションであったりとか中古車なんですよね。なので中古に抑えるだけでもかなり出費は抑えられると思います。でね、マンションなんかも最近だとやっぱ30年、40年前に建てられた駅地下、やっぱり駅があって駅の周りに最初にマンションって建てられていくじゃないですか。で、最近建つ物件って割と駅から離れた物件とか多いと思うんですけど、まあ駅地下の物件でやっぱ30年ぐらい、築30年とかでもね、リフォームしてるマンションとかあって結構中が綺麗だったりするんですよ。そういうマンションとかもおすすめですし、で最近だとそのね、リノベルっていうね、リフォームのマンションを扱う専門の会社もありますから、そういうところもねチェックして話を聞いてみてください。少なくても新築を買おうとしている人はですね、比較購買をしていただきたいです。今日はね、ちょっと分譲マンション買うなと。で、分譲マンションはね、もうある意味ね、
貧乏人への入り口だよっていうちょっと過激なタイトルでお話ししたんですけど、やっぱりね、不確実性が高まっている時代です。なので、まあ、投資の期間、まあ、家を買うって投資じゃないですか。投資の期間も今までよりもやっぱり短く見積もってほしいっていうのと、まあ、それをね、新築の分をまあ中古マンションにするとかね、まあ、そのリスクヘッジする。そして値上がりしたらね、すぐに利益確定して売ってしまうとかでね、そうやってね、工夫するだけでもリスク減らせると思います。で、メガネ社長の本業は先ほどもちょっとお話ししたんですけど、オーマイグラス東京っていうメガネサングラスショップのね、創業者なんですよ。なので、もしね、この動画見ている方でメガネサングラス買われる方は、ぜひともね、オーマイグラス東京で買ってください。で、オーマイグラス通販でネット通販もしてますし、あとねお店もやってます。お店だとね、やっぱ首都圏とか関西見てる人多いと思うんですけど、近いところですと、まあ、銀座とか新宿とか、あと池袋、あと大阪だと大阪の梅田であったりとか、まあ、京都とかにあります。あと横浜かにもありますんで、まあ、ぜひとも来ていただけますと嬉しいです。そしてね、チャンネル登録していただいて、オーマイグラス東京のメガネ買っていただいた方限定で、今度ね、無料のセミナー、まあ、キャリアのアドバイスであったりとか、そういう無料のセミナーも企画していきたいと思ってます。なのでメガネを買うことと、こちらのチャンネル登録ボタンを忘れずにお願いします。メガネ社長でした。今日もありがとうございました。ごきげんよう。